にちは、ムーチューブです。今日は秋葉原の秋葉原ラジオ会館の5階にある宇宙船というお店でこちらの福袋を購入しました。バラエティ袋っていう名前だったと思うんですけど、1500円で購入してきました。店頭の情報としてはフィギュアが必ず1体入っているということでした。多分そのフィギュアはプライズ商品かと思うんですけれども、いろいろな期待を込めての購入、できればブラインドボックス希望、可愛いフィギュアとか好きなものが入ってると嬉しいな。では見ていきましょう。いっぱい入ってますよ。1点目スニャイパー2、全6種ガチャの商品、900円って書いてあります。高い、すごいですね、900円のスニャイパー。2つ目は薬品置き薬のガチャ、これもガチャだと思うんですが、熱さま疾病のみ、熱頭痛に効く昔のお薬でしょうか、ちょっと存じ上げません。3点目がこけし、350円のお品ストラップでした。4点目が働く細胞のつままれ、キーホルダー790円、これはキラー T 細胞。5点目は窓マギのホムラちゃんのキーホルダー590円、セール品400円が100円になっています。トレーディングアニアート缶バッジ歌プリ、ことぶき0時、結構前の商品かな。7点目はスターウォーズのフィギュア、これなんか挟むのか。680円って書いてあります。お次はユニコーンみたいなフィギュアです。作品名は分かりませんが、とても好みのものが入っていました。紙が落ちていました。ソフビコレクション400円のガチャの景品だったみたいです。9点目は鬼滅の刃缶バッジ、全9種なので柱の皆さんのラインナップだそうです。品津川さねみが出ました。10点目はブリーチ生ブロマイドコレクション444円、全36種のうち1パック3枚入り、こちらも開けてみましょう。ブリーチは全く知らないのでコメントはできませんが、このお三方でした。劇場版歌プリ、マジラブキングダム、プチキャンバスコレクション700円が100円になっています。キャンパスボードみたいになっています。こちらはミカドナギ。次なのですが、同じものが数点入っていました。呪術廻戦のメタルカードコレクションが2つと、クリアカードコレクションガムが3点、こちらも開けていきましょう。1つ目がゲトウさんですね。2枚がランダムに入っているということで有事でした。2袋目、カモさんとパンダ先輩、やった、パンダ先輩が入っていた。推しが入っているのは嬉しい。クリアカードはどうかな。おお、パンダ先輩、スクナとユージでした。メタルカードの最後はマキちゃんと五条先生。サトル、最後はナナミンとユージというラインナップでした。そしてもう何点目かわからないけれども、鬼滅の刃カニ缶付きアクリルチャーム全8種500円のお品です。誰が出てもいいようなラインナップですね。かまどさん宅のご長男炭治郎が出ました。全くわかりませんが、ツイステッドワンダーランド缶桶アクリルキーホルダー C、 わからないけど開けてみましょう。
まさに棺桶。どなたかは存じ上げませんが、この方が出ました。そして次が仮面ライダー騒動クロニクル。これはなんて読むのかわからない。仮面ライダー王者。セット内容がボディだけみたいです。開けてみましょうか。本当にボディだけ、ボディと手だけ。そしてシール。こちらも仮面ライダー王者。こちらは顔とアーマー、鎧みたいなのと武器的なものが入って、これとさっきのセットで仮面ライダーが出来上がるみたいです。そして次が、私が入ってたらいいなと思っていた箱。中国語だからなんて読むかわからないんですけど、ブラインドボックス。この神様猫みたいのが入っている。ちょっとお高い系のシリーズじゃないのかな。これこの9種類の中のどれかが出ます。黒猫ちゃん出ました。黒猫ちゃん、上にドーナツみたいのが乗ってる猫ちゃんで、嬉しい。もうこれだけで私的には大当たり。そして次がシャーマンキング。もちもちマスコット全重視。シャーマンキングも全然知らないんですけど、この人は小山田万太さんらしいです。はい、そして次が呪術廻戦のボリューム2、起き上がりくっつきぬいぐるみ990円。五条悟のパッケージ何が出るのかな。悟かスクナが出ますように。悟が来ましたよ。大当たりじゃないですか。コーンフレークのキャラクターウルトラディテール、フィギュア1380円。ケロックシリーズのフィギュア。知ってるのはトラくらいですけど、この子もお仲間だったようです。そして次が窓マギのフロートクッション。直径約 19cm の超ビッグサイズ。どれが出てもいいな。ハムスターと遊べそうなアイテム。お値段480円だそうです。まどかちゃんのが出ました。かわいいですね。そしていよいよ最後です。最後は必ず入っているというフィギュア。やっぱりプライズ商品だったんですけど、鬼滅の刃富岡義勇のキューポスケット、1500円ですって。これを1個買ったら、これだけ別のものがついてきたっていうくらいのものです。買ってよかった。全体で値段が分かったもの合計が 12,837 円。不明だったのも1500円くらいだと思うので、約 15,000円分くらい入っていたと思われます。全然わからないものからすごく嬉しいものまで、バラエティに富んで入っておりました。まだたくさんお店にありましたので、気になる方は宇宙船に行ってみてはいかがでしょうか。本日も最後までご視聴ありがとうございました。